ベロシティ、それからシーバーに関して、全ての病気に対してそうだけども、悩み目標達成に対してこの流れをしっかり作りましょうと。それから、これをちゃんと見える化しましょうと。クライアントに伝える前に自分の中でこの流れが見える化できてないから何から説明しようかなとかって不安になってしまうから、もうこれから説明していく。目標を聞いて OK じゃあ頑張ろうね、その前にまず今現状把握しようねと、じゃないと、この目標に対して近づいていく方法がわからないからね。では現状把握して、それからなんでなのか、どうやったらいいのかをしっかりと把握して一歩ずつ一歩ずつ、進んでいこうね。じゃあ今からちょっと30分間ちょっと実技の方をねやっていきましょうか。自分の過去の自分、今の自分と未来の自分を比べるためのものだから、別に誰々がどうとかって正直いらないんだけども、そこの動作分析はやっぱりすごくちゃんとやっていかないといけない。それが難しいんやと思うね。フルスクワットの時にどうですか。スクワットジャンプ、バーティカルジャンプだから垂直に飛ぶよね。垂直にパワーを伝える時にどうやったらパワーが伝わるんだっていうところ垂直と水平とやっぱ動作は全然違ってくるし、関節の必要な動きも変わってくると、フルスクワットの場合は、膝もやっぱ使わないといけなくなってくる。足首、膝、股関節っていう3つの、股関節にプラスアルファフルの場合はちょっと上半身のコーディネーションが入ってくる。だからそこに対して例えば脊柱がもう緩んでる時点でこれ上半身使える、ハンド使えるっていう話よね。脊柱がクッと止まってるからこう入った時に肩甲骨がしっかり寄り切ってそのままパンと上がっていけるんだけども、これが下がった瞬間に力は下に逃げるわ、止めるところがないからエンドポイントがなくて、身長反射が生まれないよね。身長反射に関してはもうちょっと優しい言葉で言ってあげてほしいけども、それを全てやっていく。だから前静止長の話をしたかな、筋肉が一番出力が出しやすいところがあると。これで飛べるかな、これは大腿四頭筋という筋肉が伸びすぎてるから絶対飛べないよね。一番いいポジションでパッと止まる瞬間にその重力がかかって身長反射がかかるから飛べるんよね。じゃあこのポジションっていうのは絶対あるわけよ。こうでもあかんし、もちろんこうでもあかんし、自分のこの止まるポジションっていうのがあるわけ。止まるポジションに対していかに重力をボーンとかけてそのまま固定されてるところから身長反射が発揮できるかっていうのがすごい大事なんよ。だ止まれてなかったらそもそもどこで身長反射を発揮するんだと。よいしょやったらどこで筋肉今急激に止まってそれから急激に伸びた筋肉の SSC やったっけな、が起こるから自分今以上の力が発揮できるよね。コンセントリックだけじゃなくて一回パンと伸びるから勝手に返ってくるよね。そういうところを考えたらやっぱり数字の出し方っていうのがあって、しっかり止まってやること、しかもいいポジションで止まってやることが大事。このスクワットジャンプに関しては単純にも止まってる状態から、だからどこを見てるの、下半身の筋力のみを見てますと。だこことここっていうのは全然違うテストをしてるんですよ。こっち側はいかに止まるか、でこっち側は止まった状態からコンセントリックだけを起こしてるから、もう単純に四頭筋の力がメインになってくると。サッカーでいうとね、蹴るときに四頭筋なんかすごく大事になってくるかなと思うから、そこだけじゃないけども、こっから縮まるな、ここ、ね、しかも腕も使った感じやったらもう完全にこの動作がメインになってくるから、まずはここでしっかりと筋肉が出力が出やすい状態まで伸びてるかっていうのが問題じゃない。弓矢で言ったらここまでしっかりと伸びてるか、だからパーンって離したときに飛んでいく。でも、子供たち筋力つかないんで、四頭筋の筋力つかない分それは難しいかもしれないけども、ここまではまず持っていくことはできるでしょう。これがここまでなのかここまでなのか全然違うでしょう。やったらいいポジションでそこまで持っていけてるっていうのがまず大事になってくるよね。リバウンド点、これに関してはやっぱり、即死の力、それから速関節の安定性、を見てます。速根骨っていう言った方がいいかもしれんけども、
舟状骨、それから虚骨下関節の安定性をしっかり見てます。はい、それが弱いと地面にかける力が弱くなるから、ぐにゃっと潰れながら一歩走ってることになる、ぐにゃっと潰れながら止まったりとかスタートしたりすることになるから、これはやっぱ硬い方がいい。数値が高くなればなるほど彼の力が地面に伝わっていくんですよと。これが弱い子、それから動作分析してかなりこう肺内側が出る子ね、は言ってあげたらいいと思う。ぬかるんだ地面を常に走ってるのと一緒ですよと。絶対力伝わらへんやん。でも地面って絶対硬いはずやん。でも自分の土台が緩いから常にぐにゃ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 なってる状態のと一緒。地面が硬くても自分が乗ってる土台がすごくこうなんか、まあ、分からへんけど緩かったら、まあ、土台、足首やね、土台緩ければ力は伝わらないし、それに対して、まあ、土台は崩れるから構造的にも無理があると。まあ、家建てる時なんかも土台は絶対固めるし、一番下が、まあ、曲がってれば絶対上も曲がってくるしで考えたら相当危ない。だからここは数値高めるのも一つやけども、これを動作的にちゃんとやることによって怪我のない、まあ、状態まで持っていけると。アキレス腱の反射ってすごく大事になってくる。ドロップオフも一応それを見てます。かかとつけないので、はい、これに関してはまあ、うちに関しては15センチからやから、ほぼほぼ重力ってそんな変わってないけども、通常30センチから降りるから、自分の体に対してこう重力がかかって、力が、リバウンド10よりも高い力がかかるところで、瞬発的に上がってこれるか、アキレス腱の反射を見てますと。はい。で、ラテラルに関しても、側関節の安定性とバランスと、見てるよね。片足で立って、どこに足がついてるか、バラバラ足がついてる子って、そもそもキック打つときに自分の足がそんだけバラバラ動いてるってことじゃないですかって。野球でも一歩踏み出すときに思ったところに踏み出せてない子が思ったところでボール取れることなんかないやん。そう考えたら、自分の思ったところにちゃんと足を設置できるっていうことはどんだけ重要かね。どのスポーツでも言えると思います。なんとなく走ってるから走れてるようやけども、でも速く走ろうと思ったら自分のイメージ通りに足をつかないといけないくない？イメージと体がリンクしてなかったらそもそも動作できないよねと。それは言ったら、まあ、せこというか、バランスを崩しながら動いてるからなんとなくできてるように見えてるだけであるよね。固定してパン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 と動けたら、それは自分の意思で体が動いてる。でもあっちこっちついたりとかバランス崩すのは自分の意思じゃなくて、意思じゃないところで体が動いてるから、それをコントロールするために自分が動かされてるだけやね。反復横跳び、姿勢を見ていきます。基本的にはルールがあって、こっち側に行ったらもうあとは戻るだけ、反対側に行ったら戻るだけっていうルールだから、姿勢を見てあえて低い姿勢でやって、頭の位置、それから膝の位置、それから軸の傾きを見ていると。だから見るポイントをしっかりと押さえておくということ。わかるでしょうか。軸の移動とか体重移動っていうのを見てるんです。頭が自分のエリアから外れた瞬間に、もうこれはちょっとでもバランス崩せば、相手がいれば、対人スポーツであればすぐバランスを崩してしまうと。なんか球際が弱い選手とかが特徴的。だから常にこう緩めずに、できてるかっていうのがすごく大事になってくるから。その中でね、見ていくところが5ポイント絶対にあります。はい、だいたい5ポイントかなと思うんですけども、足首、膝、股関節、脊柱、頭、この5ポイントをに絶対こう、まあ、悪さをしているところがあるはずなので
僕らは絶対ここを見ておく、はい、反復横跳びやったら、まあ膝の向き、それから背骨、頭の位置なんか全部、まあ、リンクしてくるよね。リバウンド10であるとしたら、まあ、ほぼほぼこの足の状態を見てあげたらいい、ラテラルホップに関しても足、膝、まあ、姿勢を見てやったらいい。説明するときに僕らが見てるポイントはもう大体この5ポイントです。重要となってくる運動の5ポイントを見てますと、まあ、そこで、まあ、その動作によって、まあ、使ってるところは違うけども、ただすごくシンプルにでね、その中であと膝の構造上、まあ、脛骨っていう棒に対してもうそこから先の上が乗っかってるだけなんよね、はまってるわけじゃないよね膝ってね。筋肉と靭帯関節法でただ固めてるだけというか、だからすごい不安定ね。でも動作としてはさ、まあ屈曲と伸展っぽいけども、もう関節がまずなしてないので、そのどこかの機能が不全すれば自然と崩れていってしまうよね。でもどうだろう、そのそもそも元々ものこの土台自体が潰れたら膝は安定するのかなと。絶対安定しないよね。じゃあここを固める必要があるよね。膝に障害がある子はどこを見ないといけないかって言ったら、まずそもそもその下のこの土台が崩れてる可能性がある。股関節が悪い子は土台が潰れて膝が潰れて股関節に来てる可能性がある。全てもうここで結構話がつくかなと。なので膝の構造と股関節の構造を考えた時にどっちをしっかりと使えばいいんだと。膝は乗っかってるだけ、股関節ははまってます、人体の関節の中で一番強くはまってる関節であったら、どこをうまいこと使おうと思った、パワーを出そうと思ったらどこですか、膝ですか、股関節ですか、絶対股関節ないと。瞬発力にベロシティですごく大事なのが、股関節の使い方っていうことになってくるよね、膝で動作をしてる子、ショーマね、膝で動作をしてる子、いろんな動作、これ以外にも別に見たらいいと思う。数値はこれやけども動作は違うのでも見れるから、ドロップオフをちょっと上から刺してもいいし、ランジ刺してもいいし、膝で動いてる子、股関節で動いてる子、どっちの方が安定するか、どっちの方が筋肉が出力するか考えた時に、しっかりハマってる方を使ってやろうと。それが使えるようになれば、力は効率よく発揮できると。これは多分もうぶっちゃけプロのアスリートでも意識してないからなってると思います。それを意識させるっていうことが僕らの仕事なので、どっちが効率がいいと思うって言った時に絶対こっちやなっていうのは当たり前じゃないですか。だからそれを意識させるか、意識させた状態でトレーニングをさせるか、あ知らんかったわの状態でトレーニングをしてるかで多分僕らの評価のが分かれてくると思う。よし、じゃあ、こんなもんにしておきましょうか。